皆様、今宵もやってまいりました。それでは飲料拝借、乾杯。あー、チャプター3、行くぜ。君は誰？セプテンバー21よ。あ、このチャプター3のストーリーっていうのがですね、おそらくチャプター1で、1年前にやってしまった失敗を取り戻しにジョンはあのエイミーの元に向かうのがチャプター1のストーリーなんですけど、その1年前の話が冒頭で描かれるんでしょうということで、地下にいますみたいな。警察に任せてみたいな。あなたは何も言わない。なんて悪趣味ないなんだ、オタクの娘さん。なかなか芸術的センスがちょっとあいたたたって感じ。ああ大丈夫か、勝手に2階行っちゃっていい。まあ、何もなさそうやけど。 I should join father alone。ねえ神父も来てよ。帰れねえ。はは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 、なになになに、何をついてきとんねん。おいおい、なんとか言え、なんとか言え、なんとか言えよ。おい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 、絶対あかんやんこれ。こんにちは。こんな感じやったんや。あ、物相方なんだ。起きた、夢でした。ジョンへ、あまり時間がない。冒涜のサバスが迫っている。ネイトとジェイソンが見つかったらアンスピークグルは儀式を行い悪魔を呼び出すだろう。悪魔の名はマルファスだ。私は今双子の居場所を探しているところだ。近いうちにまた連絡する。双子をエイミーと同じ目に合わせてはならん。ガルシア神父より。多分エイミー、マーティン夫妻の娘エイミーと、あと双子もおるって言ってた、その双子のことでしょう。エイミーだけでなく双子までなんか悪魔のやばいあれに、あれ、やっぱりここは入れんのか。あ、ちゃっちゃっちゃっちゃ、ジョーン。ネイトとジェイソンは州の里屋制度では見つからず、昨年の事件で親戚の家にいたのかもしれん。できるだけ調べておくから、その間にエイビーの勤め先だった診療所を調査してくれ。マルファスを召喚する場所を見つけ計画を阻止するんだ。さらば
まだガルシア神父より。エイミーは診療所で働いていた。ああ、これいつものね。よし、なんだここ。あ、ジョンの家か。実は上があったりしてね。右はあれじゃん、え、誰かの家じゃん。行ってみようぜ。彼女も、え、なんか見てる。お猿のシンバルみたいなおもちゃの、あ、ボール持ってんのかな。思うとこの胸騒ぐ会いたい気も。めっちゃこの番組人気やん。違う、ワク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 、彼女を思うと台湾が、イエス。あー、ここですね、ここやりました。チャプター1をやった後に間違えてやってしまい、あぶねー、やってしまいましたんで、ちょっと初見プレイのジョセフ君と交代します。どうぞ。どうもどうも。 This is no place for you, preacher. あなたが来るとこじゃねえよみたいな、入れねえよみたいな。メタルファンに朗報だ。ライブに来るよみたいな。来るよみたいなね。きっとそうだろう。で、こっちに続いてるのを俺は見逃さねえ。You feel what? 見られている気がする。わお、真っ赤な文字、不気味な気分。キャリー、ラブシーユエンド。何をしていたんだここで。赤ちゃんの心電図的な。あ、なんか崩壊してね。いや、わからんわ。バールじゃん。サブロキャッパーキョンパーヒル。ああ、100億ボルト、ひとたび見たなら。ああ、あれを開けるんか。わわ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 。すごい。ああ、救急車治るの。なんかぐちゃぐちゃになってなかった。何その移動方法。隠れなければ。は、いいですかここで。ゲーム的には隠れてますけど、現実で見ると絶対にバレますこれ。こうでしょ。こいつか、その何々から何々に見つかるなみたいな。I need to hide。やだやだやだ、絶対に上に行くんだ。ちちち。
ありがとうよ。帰るんじゃ。なんだこれ。出ようぜここから。無理か。開けて開けて。開けて開けて。おお。ああ、ヒッピーどもがーって。さあ帰りましょう。イエス。つけられたかもしれない。なんか赤い人ついてきてる。ああ、続きか。よし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 。前の逆やな。こら、帰るんだ、君たち。こら、どうすればいいんだ。ああ、行きましょうってことね。戻ったら、戻っちゃダメか。よし。私の娘じゃねえみてえだった。なんとお伝えすればいいのか。ここにいてください。私は神父のもとへ行きます。まあ、生きてるわけがないよね。このパターンでね。てか、なんで移動した？やはり、オートタレットだったのか。ああ、お。Take it, save her. ああ、進化。魔界村かよ。Don't worry, Abby. I'm coming. 私が来たよ。は？動けねえ。では、また夢。悪夢ですね。こうして昔のことを思い出していってる、思い出してというか、もううなされてるんやな。忘れられねえんだ。
そしてまた過去に戻ると、2日前、例の日から2日前って感じかな。めっちゃ手紙来てるし。ジョン、ね、今のところこれがあなたに連絡できる唯一の方法。彼らが私を見ている気がする。できるだけ早く来てほしい。状況はとても悪くなってきている。私の住所は06511ゴルフキャンプ場ジョーヘイブン665オレンジストリートアパート5へ。よろしく、リサ。もし何かの理由で応対がなかったら、友人のティファニーからスペアキーを受け取って。はい。ジョンへ。ニューヘイブンのアパートでマルコスが召喚されようとしているようだ。私はそこへ行くことができない。彼らの儀式を止められるのはお前次第だ。さらばだ、ガルシア神父より。ジョンへ。あなたが私の手紙を受け取っているのかどうかわからないけど、すぐに来ると信じてる。あなたの助けが本当に必要なの。彼らはアパートの中にいる。今はいつも彼らを見ている。闇の中から彼らの声が聞こえる。ここ数日眠れていない。この手紙を受け取ったらすぐに私の家へ直行してほしい。ティファニーは信用できない。私の隣人たちとも話をしないで、彼らは私を一人にしないだろうから、リサ。やば。ということはリサのところで何かをやろうとしているのか。でリサちゃんはどこなんやろうか。お隣さんたちも元気？また同じテレビ見てんのかな。はーい。もっと変わっているね。何それ、プロレスか。その体勢変わらんね、ずっと。で隣も同じテレビ見てんでしょ。はい、行きましょう。さあ、ここがリサのアパートか。でもこれ赤いおじさんの車だよね、この SUV。 入ってみよう。 Among the Damned。 レミング右手。階段上がって 2B。 ああそういうことね。5A やったっけ。リサは探索させてもらいましょう。うーわ、ややこしい。これ入れるやん。 2A やったっけ。 2A 入ったら進んじゃう。どうなってんのこのアパート。あれ 3B も空いてるやん。どういうこと。 3B 入ってみるか。うわ、びっくりした。鍵あるし。違う、あっこの扉の鍵なのか。そういうわけでもないか。あ、怖え。今のもう住み着いてるじゃん、何かが。これだよね。でもまあここは置いとこう。 2A かなんか入れるところあったから、そこに行きたいな。ゲームをしたいならルールを知れ的な。上に行くにつれて内装がこれ汚くなってるってことでいいのか。うわ、エレベーターフェイン、ティミー。そうですか。これはど、あ、調べれる。ついに私はこの町に自分の場所を持った。迷惑なルームメイトはいない。アパートの部屋をしっとりじめするからだ。この建物は素晴らしい、新しく見える。隣人たちは奇妙な感じだけれど、彼らはいつも食べ物や飲み物を持ってやってくる。そのことについては実際のところ少し嫌な気分にさせられる。もう一つのことは鏡についてだ。鏡は全ての廊下にある。曲がり角を見ることができ安心するのはいいことなのだが、それでも奇妙だ。正確にどう説明すればいいかわからないが、その鏡で自分の姿を見たとき、鏡の中の自分が姿が自分でないように感じられる。そうだった。今日仕事から帰宅したとき、エレベーターが動かなかったので、6階まで上がるまでずっとあの奇妙な一方通行の階段を使わなければならなかった。その時に全ての鏡が粉々にされているのに気づいた。ああ、びっくりした。あ、何もなくなった。 There is no seventh floor。 7階は存在しない。そうなんですか。あるんでしょう。でもエレベーター乗ったら7階行けるとかでしょう、どうせ。俺は知ってるんだよ。
ほら7回かあるやん。あ、やばい。あ、やばい。なにこれ、なにこれ。7回ダメーダメーって言われる。うわー、この感じ嫌ですね。うわー、この感じ嫌ですね。ちょっと待って、やっぱり2階から行こう。嫌ですね、この感じ。いや、1階戻る。1階戻ります。階段でまた戻ってきます。怖え、これ。なるほどな、ここに来てエレベーターゲー、ホラーゲーム特有のエレベーターゲーを身につけてきたが、嫌ですねこの感じ。じゃあ左行ってなかったし、左行こう。なんか落ちとるね。Hello, my what? I'm sorry to have worried you. めっちゃ元気です。心配かけてごめんね。最近体調が良くありませんでした。でも今はとても明るい気分です。こちらへの訪問についてはどうかお気になさらず。この国で長期休暇を取ることに決めたので、私の家で会うことはないでしょうから。エグ。I should kick my efforts from Lisa.リサからの他のノートをチェックした方が良さそうだ。なんか下に続いてる。え?なぜ?リサからの手紙なくなってね。あ、ちゃうか。これ何ですの、この地下は。これ行っていいやつ。あ、なんかやばい。でも行ってみよう。うわー、何かに掴まれ死亡。さあここだ、2階。なんか剣歩くね。あれ?何も変わらねえ。悪魔払いの剣的な、なんや?なんやこれ。壊せねえ、十字架を持ってしても。信者になった者全員は第二の死を起こす方法を知っており、その者は汚れた器の表面に何とかを刻みつけることで7つの絵を捧げなければならない。そして言葉にできない者が第二の死とともに絵に報いるだろう。あのバイパーのエイミーに起こったのはそのようなことだった。私のゲイリーは自分の目標をあまりに低く設定しすぎている。私は彼女を超えるつもりだ。なんだこいつ。 2A の住人やべ。行きましょう。わあ、矢印書いとるやん。自分の家に案内図書いとるやん。おっと、これ良かったのか。これで入れねえみたいな。剣、さっきの剣よ。何かが笑っているような気がする。これ何?クラビス M。 もしあなたがアルーの封印を破りたいと願うならば、答えは血まみれのナイフと下の闇の中に横たわっている。しかし最も高い場所に戻った者たちだけが最も低い深みに守ることができ、下ることができ、忘れるな、ゲイリーはあなたを愛している。とりあえず最上階に行けっていうことですか。どういうことですか。ナイフ取れなかったし、どうすればよかったんですか。もう BGM は変わっちまって、最上階に行けばいいんですか。これ8階見たし、9階から10階行きますか。なあ、ハロウィーン、ハッピーハロウィーン。ここは入れない。
ウィリアムズ家ニュースレター。もしこれを読んでいるならば、あなたはウィリアムズ家降臨恒例毎年恒例のハロウィンブロックパーティーに招待されていることになります。パーティーはハロウィンの午後5時からアパートの QB にて開催されます。すぐに始まりますので遅れないようお願いします。誰かを連れてくることを予定している方は事前にご連絡ください。友人や家族のみこのニュースレターを受け取った方が招待されます。またこれは家族向けのイベントであることをお忘れなく、角に怖い衣装やマスクは置いてきてください。ティミーは昨年の事件の後未だに精神的に傷ついています。また酒とタバコはアパートの外に置いておくようお願いいたします。そして昨年のようにティミーの元気がなくなってしまうことを繰り返したくないので、いたずらではなくお菓子を持ってきてください。そしてもう一つだけ、反宗教的であったり悪魔的なイメージはこのアパートでは許されないということは念のためお知らせします。またティミーの食事と食物アレルギーにも注意してください。そして彼は喘息を患っているので、彼に絞りよったり驚かそうとしないでください。繰り返しますが、彼は昨年の一件後未だに問題を抱えていて、あなたたちも気づいてると思いますが、イマジナリーフレンドができました。見ても、その通りにしてください。彼の言う通りにしてください。ティミーセラピストセイフ。ティミーのセラピストは彼にとってこういうのメンタルにいいんよ、直すのに必要なんよ的な。 See you all the パーティーで会いましょう。待ちきれません、ミラーさん、あなたに会うのが。あなたは家族の一員です的な。8階入ったっけ、あれこれ入ったっけ、入ってないっけ、うわ覚えてね。アワシスターティファニーハズボンアゲス。我々のシスターティファニーは言葉にできないものの意思に反抗して去っていった。彼女は信用できると考えたが、私が間違っていた。当初の計画を続行せよ。護衛に住んでいる女が我々の器となる。完全にそれや。彼女の信心深い友人が彼女を救いに来るよう仕向けよ。言葉にできないものが彼らを二人とも潰すことだろう。あらら、リサがやっぱり標的になってたんだな。ここがそのやべえ黒幕の部屋か。 8A が 8B は？ああ、なんかある。 Those who keep knocking on forbidden doors。 隠されたドアを誰かがノックしている。ん？ノックすると、あ、わかんねえ。 There is a seventh floor。There is a？ 7階は存在する？存在しません派と存在する派が右と左に分かれてるんですけど、問題の最上階へ。なんかそろそろギャーって来てもおかしくないと思うんだけど、来ないのが逆に怖いな。でも10階だけ AB 書いてなくね。 M って何？Sacrifice what you crying to。 叫べば殺されるみたいな。地下小型エレベーター使用方法。ハンドルを引き寄せハッチを開ける。捧げるためのものや生き物をコンテナに置く。ハンドルを倒しハッチを閉じる。ボタンを押しエレベーターを地下へ送る。成功した場合ライトが赤く点滅する。捧げるものがコンテナ内で動き回らないことを確認してください。一度エレベーターが地下に達したらハッチを開けないこと。私は十分の数の耳栓を持っていないし、それをなくす人にうんざりしています。使用前に緑のライトが点滅するのを待ってください。小型エレベーターですか。なんか物事をこれどこの映像？お兄って書いてる。ちょっと待って。これ何？ Give up the cross。 もう服を入れますか？ Yes no。 So be it。 あー十字架？クロスって十字架。あーやっばー、どうなんのそれ。うわーマジかー、これやったんじゃね。でこれ、うわーなんか通れねー。あ、そうか、十字架を持ってたから通れたっていうこと。うわーなんか来そう、これ7回いけるか。あ、7回いけるんかい、これで。ああ、あ、音楽が。あれ7階は、俺7って押したんだけど、4。あ、どうも。やっぱりやめとこう、人乗ってるみたいな。 What the hell? ギャリー lied to us when you see lamb。 ギャリーは俺たちに嘘ついた。それを見たら逃げろ。 So I saw it。 キャメラ、It's like camera。 わかっ、なるほどな。
そういう感じか。